はい、皆様おはようございます。朝ドラウォッチャーのまこきたさんです。今回はブギウギ第25週月曜日からの前編予告を史実を交え紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではまず関連番組の方を紹介したいと思います。ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、はい、そうですね、3月15日金曜日朝一プレミアムトークはいよいよ趣里さんが出演となるようですね。視聴者さんのコメントから趣里さんがちょっと体調を壊されているという話を伺ったのですが、元気な姿と貴重な舞台裏の話が聞けそうですね。非常に楽しみにしています。はい、ということでこの部分の予告について紹介していきます。これまでの経緯ですが、史実でもあった誘拐未遂事件は事なきを得、この事件を通して鈴子は娘が人を気遣う優しい子に育ってくれていることを実感したところから物語は展開していくようです。第25週の週タイトルはズキズキするわとなっていますが、どのような意味なのでしょうか。鈴子は人気若手歌手水木あゆみに対してズキズキするようです。どのようなシチュエーションでズキズキするのでしょうね。第117話はライバル出演歌です。東京ブギウギのヒットから9年、ブギブームも下火になってきつつある中、鈴子や羽鳥善一のブギは古いという記事が書かれてしまうようです。同時に若手歌手の水木あゆみが新たなスタートして台頭してくるようですね。水木あゆみは大人気の若手歌手、鈴子の大ファンで鈴子のことを尊敬している人物のようです。そんな水木役を演じていらっしゃるのは桐生桜さんです。桐生桜さんはホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリ最年少で受賞されたようです。12歳でミュージカルピーターパン主人公役に抜擢され、女優としてデビューされていらっしゃいます。現在19歳ですね。そんな中、鈴子は丸の内テレビのプロデューサー代々木から年末の歌番組にトリで出てほしいとオファーを受けます。その代わりトリ前に水木あゆみを持ってきてもいいかと聞かれるようですね。そんな代々木役を演じていらっしゃるのは遠山俊也さんです。遠山さんは数々の朝ドラに出演されていますが、直近ではランマンヒロイン末子のおばみえの夫笠崎助役として出演されていました。史実ではどうだったのでしょうか。笠木静子さんは昭和31年の第7回 NHK 紅白歌合戦にトリで出演されていらっしゃいます。おそらくこのエピソードをオリジナル要素も含めて描いているものと思われます。東京ブギウギがヒットしたのは昭和22年、それから9年後の昭和31年を描いていて、ドラマと史実の時代は整合性が取れていますね。第118話は小田島との再会、あゆみのお願いです。鈴子のもとに誘拐未遂事件を犯した小田島が訪ねてきます。小田島はその説は大変申し訳ありませんでしたと陳謝するようですね。そして息子と東京でまた暮らそうと思い仕事を探しているようです。すっかり反省した小田島の話を聞いた鈴子は、うちで家事手伝いとして働きませんかと提案するようですね。非常に鈴子は優しい人物ですね。一方、年末の歌合戦では鈴子は新旧対決に挑むことになったようです。しかも対戦相手の若手の有望株水木あゆみはなんと大和礼子と又野芳雄の一人娘だったと
いうことのようですね。ということで、またの吉尾はサプライズ再出演となるようです。しばらくして鈴子はまたのと久しぶりに話をすることになるようですね。どのような話になるのでしょうか。そこで鈴子は水木あゆみからあるお願いをされるようですね。どのようなお願いなのでしょうか。歌合戦で鈴子の持ち歌であるラッパと娘をカバーして歌いたいのですが、ダメでしょうかというお願いのようです。鈴子や羽鳥善一が許可するのかどうかが今後の見どころとなっていきそうです。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。